皆さんこんにちは、直人です。では続きをやっていきたいと思います。見る、周り。ここは役場の前です。和尚さんのスクーターがあります。おじいちゃん。お、まことか。おじいちゃん、打ち合わせはもう終わったの？いやいや、まだこれからじゃ。どうやらわしの勘違いで早く着いてしまったらしい。おや、和尚さん、お孫さんですか？ええ、夏休みで昨日から遊びに来とるんですよ。ほれ、まこと、この人が村長さんじゃ。ご挨拶しなさい。こんにちは、なのだ。僕、月本まことなのだ。はい、こんにちは。どうだね、まことくん、この村は。気に入ってくれたかね？まだわからないのだ。そうかね。まあこの村をしっかり楽しんでいっておくれ。何か困ったことがあったらいつでも相談しなさい。おじいちゃん、おいねばあちゃん、何か知っているみたいなんだけど、お話ができないのだ。お、どうしてじゃ？知らないのだ。村長さん、僕は昨日会った女の子を探しているのだ。こんな色の浴衣を着ていたのだ。僕の怪我を手当てしてくれたのだ。村長さん、知ってる？その色の浴衣かね。いや、残念ながらわしは知らんな。お店が見えますね。ここはこの村に一軒だけある雑貨屋さんの前です。おばさん、このおばさんがお店の人でしょうか？ここは雑貨屋さんの前です。おばちゃん、こんにちは、なのだ。はい、こんにちは。おや、見ない顔だね。僕、月本まことなのだ。 お寺のおじいちゃんの孫なのだ。そうかい、よろしくね。おばちゃん、僕は昨日会った女の子を探しているのだ。どんな子だい？僕と同じ年くらいで、こんな色の浴衣を着ていたのだ。そうかい、知らないね。私は知らないね。
ります。おいねばあちゃん。はいはい、どなたかの。忘れ物のこと。おばあちゃん、おばあちゃんの忘れ物って何なのだ。そうじゃ、それがですね、一体何を忘れてきたのか、ちょっと忘れてしまったんですのじゃ。お恥ずかしい話なんじゃが、おばばは最近ちと物忘れが激しくなっての、よく忘れ物をしてしまうのですじゃ。ふーん、変なの。そうじゃ、まことちゃん、おばばの忘れ物探すのを手伝ってくれませんかの。うんうん、手伝うのだ。でも一体何を探すのだ。そうじゃの、一体何を忘れてきたのか、ちょっと家の中を調べてみましょう。おいねばあちゃん、すみませんの、また後にしてもらえますかの。今ちょっと探し物をしておるでな。ふるぼけたお地蔵様です。おばあちゃんは何か忘れ物が気になって僕の話を聞いてくれないのだ。そうか、早く忘れ物が見つかるといいがの。おじいちゃん、おいねばあちゃんが何か知っているみたいなのだ。お、それじゃあ早くおいねさんの話を聞けるといいの。おいねさんの忘れ物。村長さん、おいねばあちゃんの忘れ物ってなんだか知ってる？おや、おいねさんまた忘れ物をしたのかい？そうじゃな、この間は杖をどこかへ忘れてきなさって大騒ぎをしたことがあるな。そうか、おばあちゃん杖を忘れたのか。おお、まことくん、それが何かの答えになったのかな。それじゃ、お嬢さん、そろそろ始めますか。そうですな、まことや、わしはこれから打ち合わせじゃからの。お前はまだちーとその辺で遊んでいなさい。おいねばあちゃん。はいはい、どなたかの。おばあちゃん、おばあちゃんの忘れ物って杖のことなの。おう、そうじゃ、杖、杖。そうじゃの、そうかもしれんの。
それじゃおばばはちょっと家の中を探してみることにしますのじゃ。まだ話せないですね。おばちゃん、おいねばあちゃんが忘れ物をしたのだ。あらあら、また忘れ物かい。あのおばあさん、よくうちの店で買い物をしてはそのまま忘れて行っちゃうからね。ちょっと待ってておくれ。おばさん、すみません、ちょっと後にしておくれ。ここに忘れ物があるみたいですね。おばさんはお店の中に入っていきました。マコトちゃん、さっきの話ですのじゃが、杖ならほらずーっとおばばが持っておりました。持っていたんですね。おばあちゃん、おばあちゃんの忘れ物って何か思い出さない？いや、申し訳ないですね、全然思い出しません。もう一回雑貨屋さんに行ってみます。あれ、おや、誰でしょう。見る。役場の入り口にのんびりと座っています。こんにちは、僕はお寺のおじいちゃんの孫で杉本誠なのだ。ああ、こんにちは。お、坊やが和尚さんのお孫さんかね。おじさん、何しているのだ。あ、まあ休憩ってところだ。女の子のこと。僕はこんな色の浴衣を着た女の子を探しているのだ。おじさん、何か知ってますか？なのだ。お、かわいい子か？うん。うん、うん。ちょっとかわいかったのだ。お、そうか。でも知らんな。おじさん、おいねばあちゃんの忘れ物ってなんだか知ってる？おや、おいねさん、また忘れ物をしたのかい。そうじゃな、この間は入れ歯をどこかへ忘れてきなさって大騒ぎをしたことがあるな。そうか、おばあちゃん入れ歯を忘れたのか。なるほど。おばちゃん、おいねばあちゃんの忘れ物あった？いや、いろいろ探してみたけどね、今日はないみたいだね。わかりました。ひゃー、おじさん、
僕は大きい犬に吠えられたのだ。ははーん、さては田中さん家のブルドッグに吠えられただな。あの犬はなかなか人になれなくて困るだよな。おじさん、あの犬連れたおじさんまだいるかな。そうだな、どうだろう。いない。おばあちゃん、おばあちゃんの忘れ物って入れ歯、入れ歯のことなの。おお、そうじゃ、入れ歯、入れ歯、そうじゃの、そうかもしれんの。それじゃあおばばはちょっと家の中を探してみることにしますのじゃ。おじさん、あの犬連れたおじさんどこに行ったのかな。そうだな、今自分は村外れの地蔵のあたりにいるんじゃないかな。犬に会いに行ってみます。ひゃー、ふう、もう一回。ああ、さっきはすまんかったね。おや、初めて見る顔だが。犬。ひゃあ。見たら吠えられるみたいですね。ああ、すまんすまん。こいつはすぐ興奮するでな。坊やすまんが、なるべく目を合わせないようにしておくれ。わかりました。こんにちは、僕はお寺のおじいちゃんの孫で月本誠なのだ。はい、こんにちは。和尚さんのお孫さんかね。わしは田中というものじゃ。僕はこんな色の浴衣を着た女の子を探しているのだ。おじさん何か知ってますか？なのだ。いや、知らんな。おじさん、お稲ばあちゃんの忘れ物ってなんだか知ってる？おや、お稲さんまた忘れ物をしたのかい？そうじゃな、この間は巾着をどこかへ忘れてきなさって大騒ぎをしたことがあるな。そうか、おばあちゃん巾着を忘れたのか。小さい財布のことですね。ああ、誠ちゃん、さっきの話ですのじゃが、入れ歯ならほら、
ちゃんとおばばの口の中にありましたですのじゃ。おばあちゃんの忘れ物って巾着のことなの？おお、そうじゃ、巾着、そうそう、巾着じゃ。今朝は確かに持ってお参りに行ったはずですのじゃが、そういえば見当たりませんのじゃ。あらあら、祠に忘れてきたのかの。いやいや、もう一度家の中を調べてみましょう。祠に巾着、おばちゃん巾着って何？巾着かね。巾着とは丸い形をした袋のような、まあ昔の人のハンドバッグみたいなものだね。あ、財布じゃなかったんですね。おいねばあちゃんの巾着のこと何か知ってる？おいねばあさんの巾着がどうかしたのかい？もしかしたらおいねばあちゃんの忘れ物は巾着かもしれないのだ。そうかい。おいねさんの巾着ね。そうそう、赤い色をしてたと思うがね。赤い色の丸い袋、祠。あ、今朝祠で会った子供が持っていたのだ。どうしたんだい？僕今日の朝祠で赤い袋を見たのだ。ほう、そうかい。その袋がお稲さんの巾着かもね。お稲さんは今朝祠へ、毎朝祠へお参りに行ってらっしゃるからね。村の子供のこと。おばちゃん、村の子供たちはどこに行けば会えるかな。そうだね、今自分は小学校にいるんじゃないかね。小学校はどこにあるのだ。そうだね、一つ山を越えて。あら、和尚さんこんにちは。これはお浜さん、こんにちは。あ、おじいちゃん。おお、まことや、そこにいたのか。おじいちゃん、僕この村の小学校に行ってみたいのだ。ん、小学校？うん、ちょっと用事ができたのだ。そうか。まあここまで来たらついでじゃ。それじゃちょっと行ってみるか。それじゃお浜さん失礼します。おばちゃん失礼します。なのだ。はいはい、さようなら。ここはこの村の小学校です。ああ、これは校長先生、こんにちは。これは和尚さん、こんにちは。今日はどちらへお出かけですか？いや、役場まで行った帰りなんですが、この子が小学校を見たいというもので、ちょっと寄ってみたんですよ。ほほう、お孫さんですか？ええ、この夏休みにちょっと遊びに来たんですよ。まあ一つよろしく頼みます。
見る。小学校の玄関の前です。こんにちは、僕、月本誠なのだ。はい、こんにちは。君が和尚さんのお孫さんかね。どうかね、この村に友達はできたかね。いいえ。そうかね、友達がいないとせっかくの夏休みが台無しになってしまうな。あ、そうだ。今ちょうど校庭で遊んでいる子供たちがいるから、紹介してあげましょう。おい、君たち、ちょっとこっちへ来なさい。お、本。この少年は、和尚さんのお孫さんで、月本くんと言います。彼は、この夏休みを利用して、この村に遊びに来ました。みんな仲良くしてあげてください。彼は都会育ちの子供です。ですから、お互い知らないことを教え合ったりして、貴重な夏休みの体験にしてください。何事も勇気を持って積極的に参加しないと、人生の無駄になります。はーい。校長先生、僕は昨日会った女の子を探しているのだ。お、誰のことかね。名前は知らないのだけど、こんな色の浴衣を着ていたのだ。それだけかね。それだけだとさすがに私にもわからんな。あの子たちはまた校庭の方に戻って遊んでいるようだね。月本くん、君もあっちへ行って遊んできたらどうだね。わしはここで校長先生と少し話をしておるから、お前は少し遊んでいなさい。はい。見る。色黒で一番偉そうな子と、ひょろっとした子、太った子、帽子をかぶった子の4人の子供がいます。こんにちは、なのだ。僕は昨日この村に遊びに来た月本誠なのだ。なんだ都会っ子、おめえなんかに用はないだ、あっち行ってろ。あんまり友好的ではないのだ。もうちょっと話してみます。なんだおめえ、早速女の話だか。おめえエッチだな。うわ、都会っ子はエッチだな。都会っ子はエッチだな。都会っ子はエッチだな。おめえなんかエッチな都会っ子って呼んでやるだ。
もう一回聞きます。ごめん、そんなに女のことが気になるだか、エッチな都会っ子。うわー、エッチな都会っ子はエッチだな、エッチな都会っ子はエッチだな、エッチな都会っ子はエッチだな。諦めません。あ、もう同じですね。巾着のこと。僕はお稲ばあちゃんの巾着を探しに来たのだ。ほら、知らねえだよ、エッチなとか一個。意地悪するな。そんなに意地悪をしないでほしいのだ。何甘えてんだ、エッチなとか一個。僕の名前は月本誠なのだ。泣く。泣きます。泣きたくなってきた。僕だったら泣いちゃうので、泣きたくなってきました。お、見るだ見るだ、エッチな都会っ子が泣きそうだ。わーい、エッチな都会っ子、エッチな都会っ子が泣きそうだ。我慢する、涙が。泣くぞ泣くぞ、やっぱりやめる。本当に泣くぞ、本当に泣きます。わーい、エッチなとか一個、早く泣け。踏ん張る。うえーん。うえーん。あ、見ろ見ろ、エッチなとか一個が泣き出したぞ。わーい、エッチなとか一個は泣き虫だ。エッチなとか一個は泣き虫だ。話せますか。偉そうな子。この子供がガキ大将のようです。誠より年上のようですね。ひょろっとした子。ひょろっとした影の薄い子供です。誠と同じ学年でしょうか。この太った子供、この子が今朝祠で会った子供のようですね。この帽子をかぶった子供が一番年下のようですね。話せますかね。話せない。誰が泣くか。やっぱり泣かないのだ。戻ります。あ、泣き虫のエッチなとか一個が逃げ出すぞ。泣き虫のエッチなとか一個は弱虫だ。お前なんか弱虫の泣き虫のエッチなとか一個って呼んでやるだ。
だね、月本くん、あの子供たちは仲良くなれそうかね。なかなか気のいい子供たちだろう。もう一回言ってみます。僕は今朝祠でこの子が赤い巾着を持っているところを見たのだ。だからどうした？弱虫の泣き虫のエッチな都会っ子。あの巾着はおいねばあちゃんの忘れ物なのだ。僕が届けるから渡してほしいのだ。おお、そうだか。だったらオラたちが後でばあちゃんに届けとくだ。だからおめえはもう帰れ、弱虫の泣き虫のエッチな都会っ子。もう一回話します。後っていつなのだ？おめえには関係ねえだ。さっさと帰れ、弱虫の泣き虫のエッチな都会っ子。弱虫の泣き虫のエッチな都会っ子が逃げ出すぞ。わー、弱虫の泣き虫のエッチな都会っ子がまた逃げ出した。おじいちゃん、まだ話せそうですね。意地悪するな。これじゃないし、女のことじゃないし。濃いやつだな。僕はおいねばあちゃんと約束したのだ。そうか。じゃあ持っていくだ。ありがとうなのだ。でもやっぱりやめた。巾着を渡してほしいのだ。欲しかったら取ってみるだ。やーい。お、よし、取ったのだ。おじいちゃん、もう一回村へ戻ってほしいのだ。どうした、まこと、そんなに慌てて。僕は、おいねばあちゃんの忘れ物を手に入れたのだ。だから、これから届けに行きたいのだ。お、そうか。それじゃあ、校長先生、失礼します。はい、失礼します。約束通り、おいねばあちゃんの、おいねばあさんの忘れ物の巾着を手に入れた誠は、おいねばあさんのもとに急ぎました。おじいちゃんのスクーターに乗って。はい、では、無事に巾着を手に入れたので、今回はここで終わりたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。